はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やすでございます。白血病と病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病ががんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日もね、白血病の患者としてね、血液に関する大事なお話をねしていくんですけどもね、今日はね、女性にとってすごい大切なお話です。まあ、今日はねって言いましたけども、いつも大切な、ね、お話をしていますけどもね、血液と美容に関するお話です。女性で美容として、一番気になるのはね、お肌ですよね。お肌ね、美容関係でよく耳にする言葉でコラーゲンっていうのがあるんですけどもね、実はコラーゲンというのはですね、お肌だけじゃなくてね、実は内臓にもね大切な栄養成分なんですよ。しかしね、その他にもね、もっともっとね、重要な器官がありまして、もう人間にとってね、これがなかったら非常に生活が困難になる場所です。それはね、血液を作ってるところでね、体中の至るところにあります。それはね、骨なんですよ、骨。人間の体はね、206個の骨でね支えられていてですね、外部の衝撃からね、内臓を守ってね、血液をガンガン作ってね、カルシウムをこう蓄えるというね、とてもね、こう重要な役割をね担っている存在なんです。で、その骨っていうのはね、コラーゲンの表面にね、カルシウムとかね、リンなどのね、ミネラルがバーってこう沈着してできたものでね、常にね、こう破壊とね、こう再生をね繰り返していってね、古い骨から新しい骨をとこうじゅぐりじゅぐりこう中からね生まれ変わっていってるんですよ。これをね、骨代謝といってですね、破骨細胞とね、骨が細胞のね2つのね細胞がね、こうお互いに綿密なこの連絡を取り合いながらですね、骨の新陳代謝をね管理しています。ほんで、破骨細胞っていうのはですね、古くなった骨を溶かして破壊する骨吸収をしています。で、骨が細胞っていうのは、破壊されたその骨を元の形に再生する骨形成、骨形成かな、をするといったね役割をねしてるんですよ。髪の毛やね、この皮膚とかとね同じでね、その新陳代謝をこう繰り返すことでですね、健康でしなやかなね状態を保つことができますけどもね、体を支えてくれるその骨もですね、年齢とともにですね、その骨代謝っていうのがね衰えていきます。で、骨吸収に対してね、骨形成がね追いつかなくなるためにですね、骨が破壊されてもね修復しにくくなってですね、その結果ですね、骨量っていうのがね減って、もろくなってね、折れやすくなるんですよ。その骨の健康にはね、カルシウムというねイメージが皆さんには定着してると思いますけどもね、実はしなやかで丈夫な骨を作るにはね、コラーゲンも非常にね、その重要な、ね、役割を担っていることがね分かっています。それではですね、コラーゲンは骨に対してどのような働きをするのでしょうかというところなんですけども、骨というのはコラーゲンの繊維にミネラルの成分、カルシウムなどがねこう付着していってですね、硬い骨が出来上がる構造をしています。一般的に骨はカルシウムの塊だとね思う方が多いと思うんですけどもね、実は体積の 50% がねコラーゲンでできてるんですよ。これもしねですね、骨がねカルシウムなどミネラルだけでできていたらですね、高いところからあーってこう飛び降りたら、飛び降りることはないですけども、ジャンプですね、高いところからこうここでいいか、ジャンプってして、ここにたどり飛び降りたりしたらですね、もう骨がねボロ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 ってね折れてしまうことでしょうね。ですけども、半分ねコラーゲンでできているのでね、こう飛んでもこうしなやかにこうふにゃんとこうたわんでね、衝撃を吸収してくれるという働きがねコラーゲンにはあるんですよ。実はね、動物の骨もね人の骨もね同じようにねコラーゲンがたくさん含まれています。なので、骨を原料にして作ったね、豚骨由来コラーゲンとかね、牛骨由来コラーゲンとかもねあってですね、これはね市場ですごくね広い範囲で使われております。それでは、そんなコラーゲンがですね不足してしまうとね、骨にどのようなことが起きるのでしょうか。骨のコラーゲンがねこうしなやかさをね発揮するにはですね、コラーゲンがしっかりとした、ね、ネットワークを形成してですね、質のいい状態にあることが重要です。で、コラーゲンの不足はコラーゲンの質の低下を招いてしまって、この骨の強度がどんどん落ちていきます。またね、生活習慣病などによるね、糖化ストレスとかね、女性は閉経などによってもですね、コラーゲンの質が低下してしまいます。そんなね、コラーゲンの質がね低下してしまうとですね、たとえ、ね、骨密度が保たれていてもですね、骨折のねリスクがね増すことが
知られてるんですよ。骨密度というとですね、そのカルシウムやリンといったねミネラルの成分がどのぐらいしっかり詰まっているのかをね表すものなんですけどもね、それに加えてコラーゲンの質も骨の強さにとても重要なんです。ということなので、もう今言いました骨の質をね低下させないためにもですね、やはりコラーゲンが必要ということなんですよ。でそのコラーゲンを欠かさないためにはですね、まずはきちんとした、ね、栄養をとるという、ね、食生活が基本ですしね、まあ、大事なのはね、先ほども出てきましたね、生活習慣病にならないような食生活なんです。その上で年をね取るとね、腸管から吸収機能が落ちてきてですね、これ内臓の話ですよ、腸管からね吸収機能が落ちてきてですね、で体内でのねコラーゲンのね酸性能力がね落ちますので、少しでもね吸収性の良いコラーゲンを取ることがね、まあ骨の質をね低下させない一つのね手段だと思います。先ほども言いましたけどもね、その日々の栄養をねバランスよくね摂取してですね、健康的な食生活を送ることが大事です。そこでね、摂取するにおいて重要になってくることがトリペプチドなんです。まあそのトリペプチドってね何やねんって感じなんですけども、そのトリペプチドっていうのはですね、ペプチド結合したね3種類のアミノ酸からね構成されたペプチドです。まあ要はねアミノ酸のことです。アミノ酸というのはですね、タンパク質が、まあ、唾液や胃酸で分解されてペプチドになって、でそこからアミノ酸っていう風な順番に、ね、分解されていきます。逆を言うとですね、アミノ酸がくっついてペプチドになって、ペプチドがくっついてポリペプチドやトリペプチドになって、でそのトリペプチドやポリペプチドがいっぱい重なってタンパク質になります。まあ、話を戻しますね。まあ、そんなね、まあ、食品からね、しっかりとした、ね、アミノ酸、まあ、タンパク質をね、取ることが重要になってきます。でそんなアミノ酸の合成で形成されたトリペプチドっていうのはね、骨の形成を助けます。でそこでトリペプチがね、骨にどのような働きをかけをするかといいますとですね、骨のコラーゲンを作っているのはね、骨の中にある骨芽細胞で、その骨芽細胞にトリペプチドが血液を通して回ってくるとですね、細胞がね、活発にコラーゲンを作ります。ほんで、さらにですね、骨芽成分によるミネラルの成分の石灰化もね、トリペプチドによって高まります。骨が硬くなっていってしっかりするということです。でそんな骨にはね、コラーゲンとミネラルの両方が必要なんですけども、その両方の合成を活発に行うのがトリペプチドの働きです。まあ、我々が食べるねその食品というのはですね、栄養としての効果の他にですね、体を助ける不思議な活性がねあることが分かっていますよね。まあ、大豆や野菜やお茶やね魚などもそうじゃないですか。まあ、体にいいのは有名なんですけども、コラーゲンも昔からね、まあ、フグとかフカヒレなどのね知られるようにね、不思議な活性をね備えたね食品なんです。そしてその力を最大限まで高めてくれるのがトリペプチドで、体の中でコラーゲンが存在するところにこう移行していってですね、細胞を活性化することで体の働きを助けます。でコラーゲンっていうのは骨にもね、肌にもね、腱にもね、関節にもですね、で血管にもそうでしょうね、骨膜にも歯茎にもねありますのでね、トリペプチはねそれぞれの部位でね、それぞれの部位に合った働きをしています。でこれによって骨が丈夫でしなやかになるのでね、骨折や骨粗しょう症になる可能性をね大幅にねカットすることができます。まあその他にもね、コラーゲンというのはね、膝関節などのね、潤滑液にもなりますのでね、年齢とともにやっぱ膝とかね、股関節とか痛くなってくるじゃないですか、ね、動かなくなってくるでしょ。そういう風なのの関節の動きも助けてくれます。でまあこのような働きをするのでね、美容だけでねそのコラーゲンを求めるのはね、めっちゃもったいないくらいね、やっぱりすごいなって感じますし、でそれにね、その食品の持つコラーゲンの機能性っていうのはね、お薬ほどね強い効果はありませんのでね、すごい安心なんです。しかしね、やっぱ長いことね悪い食生活をしているとですね、体を壊すことが分かるようにですね、長い目でねコラーゲンを取っていた時にね、見た時にはね、めっちゃ大きな影響がねあるんですよ。なのでね、まあ、先ほども言いましたね、大豆、野菜、お茶、魚などね、ともにですね、コラーゲン、トリペプチド、アミノ酸、タンパク質ですが、それをの摂取をね日々の習慣にしておけばね、まあ、骨も体も強くなります。ほんでそうなればですね、骨だけじゃなくてですね、お肌も綺麗になりますし、まあ、この時期のね乾燥にもね強くなりますので、まあ、フグやフカヒレなどがね、まあ、手に入りにくかったですね、豚肉や牛肉もありますしね、まあ、皆さんならねサプリメントを使えると思いますのでね、簡単に楽ちんに取り入れていくことをね、ぜひ習慣にしていてください。そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。